FM 大阪ザ・メガ、ザ・メガ、メガ、メガ、FM 大阪南米がお聞きの皆さん、 DJ 前田アナさん、お疲れさんみーということで、スーパーイワーです。よろしくお願いします。お疲れさんみー。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの水木です。ラムロジャーです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、来週2月19日の放送、はい、南米がですね、なんと700回を、おすごいですね。おめでとうございます。すごいですね、はいはい、700という数字にちなんだこの質問が届いています、はい。DJ 前田さんにですね、うん、700円相当の何かをプレゼントする。なるほど。どんなのかということで、あ、ちょうど難しいね、これですね、700円。なるほどね。現在所持金700円の藤原さんでございますけど、700円でね、うん、前田山さん、うん、喜ばせるとしたら、なるほどね、何をあなたならプレゼントしますか。700円のなんかこのさ、うん、あの、うん、ちっちゃいさ、部屋とかにポンと置いとける植物みたいなやつとか、700円の植物、700円なんかサボテンみたいなやつ、ああ、うん、コンパクトだね。そう、コンパクトのサボテン、これあの置いたりさ、それをさ見て可愛いなと思いながらさ、癒されながらさ、この日をね、うんうん、あ、スタジオに置いてほしいんだ。ああ、なるほどね。じゃあ、と2月19日には小さなサボテンが届くそうなので、ね、いいですね、楽しみに待っててくださいということですね。ちなみにですね、はい、今までこんな風に誰かにプレゼントもらったとか、お祝いしてもらった中で特に嬉しかったとかね、そういうエピソード上杉さん何かあったりしますか。いやー、でもあれですよね、こう例えば誕生日とか、はい、そういう時にこう思ってもみないタイミングでいきなりこうケーキをいただいたりとかね、はいはいはい、やっぱああいうのっていうのは本当に嬉しいものですね、はい、恥ずかしい気持ちもあるけど、はいはい、嬉しいなって毎回思いますね。はい、柳沢さん、誕生日お祝いしていただいたことあるんですか。ありますね。そうあるんだ、はい、え、どういう質問ですか今の。あるんですね。ありますよ。あ、本当ですね、はい、嘘ではない。嘘じゃないですよ。わかりました、信じましょう。何なんですか。いきたいと思います。スーパービバで I love you。 はい、ということで、はい、我々スーパービバでございますけども、先週の2月3日水曜日ですね、はい、新しいアルバム I love you をリリースしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今回のアルバムでございますけども、うん、柳沢さん、はい、誕生日をお祝いされたことがある、うん、ある、はい、柳沢さん、なるほど、ね、すごいですね。いや、ちょっとごめんなさい、誕生日をお祝いされたことあるんですね。ありますよ。大したもんでございます。僕を何だと思ってるんですか。柳沢さん、アルバムのね、記憶なんか教えていただいて、はい、まあそうですね、すっごくまあ、過去最高の作品ができたなと思っております、うん、はい、で、まあ、アルバムタイトルもね、 I love you という、まあ、言葉なんですけれども、すごくこう純粋で、まあ、素直な我々の気持ちが詰められた、はい、アルバムになってると思いますので、うん、ぜひね、アルバムでね、頭から順に1曲ずつ聴いていってもらえたら嬉しいなって思っております。はい、うん、素敵ですね。もう番組もね、はい、700回、700回すごいですね。700回なんですけども、うん、我々スーパーイバーですね、今年結成15周年の、はい、16年目でございます、うん、次の4月では17年目に開催する番組でございます、はい、我々のね、こう歩みであったりとか、うん、何メガにも散々お世話になっております。散々ですね。そういうふうにこう、うん、与えていただいた気持ちであったり、はい、みたいな、そういうものをですね、ギュッと詰め込んだアルバムになってまして、はいはい、我々じゃなきゃ、歌えない曲がバーッと詰まったアルバムになってますの で、ね、はい、うん、ぜひぜひ聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いしま す。ツアーも決定してるんですが、はいはいはい、ちょっと色んなことをパッてこう空ずみに言えなくなってきちゃうので、まあまあ、せちがらい世の中でございますけども、うん、はい、ホームページにね、一番新しい情報を随時更新してますので、はい、ぜひ、SNS 等ですね、細かくチェックしていただけたらとっても嬉しいなと思っております、はい、もう前田アナさんにも会ってないから、はい、いや本当ですよ、全然会ってないもん、うん、せめて藤原にだけでも会ってほしい。どういうことですか。藤原の顔を見てほしい ね。行きますか、じゃあね、じゃあ反対でサボテンを持って、はい、サボテンを持って、はい、僕がサボテンだよという怖いセリフを700円の藤原、ホラー映画です。700円の緑に塗った意外がの藤原が怖いなするかもしれませんので、ね、4人でね、はい、藤原さんだけじゃなくて、はい、4人で今度はスタジオ遊び行かせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします、はい、ということで、以上スーパービーバーでした。バイバイ、バイバイ、バイバイ。スーパービーバーの皆さん、メッセージありがとうございます。700回のね、お祝いメッセージもありがとうございました。700円相当の小さい植物サボテンをね、藤原くんが選んでくれましたけれども、いや、わかる、こう藤原くんってほんとこう植物、観葉植物並みに癒しパワー持ってますもんね。ライブの挨拶でいつももう顔を見るたびに私が藤原くんってなってるから、多分メンバーがそういう風に最後締めてくれたんだと思うんですけど、ありがとうございました。さあ、スーパービーバーですが、
I Love You アルバムねリリースになりました。メッセージも届いてます。こちらは京都市のキャプテンつーちゃんから、スーパービーバーの I Love You めちゃくちゃ聞いてます、コメント楽しみですと、ありがとうございます。大阪市大正区のね鉄道さんもありがとうございます。今日はビーバーからメッセージが届いてるんですよね、楽しみです。ライブも6月に京都で参戦する、お邪魔する予定ですと、ね、楽しみですね。メッセージありがとう。豊中市のもやもやさんからもねリクエストいただいていました。いやもういつもそうですけど、スーパービーバーは本当に過去最高を、まあ、常にこう更新しているバンドなんですが、今回の I Love You は本当今まで発表になっていたシングル曲の強さにこう負けないぐらい、アルバムとしてねすごく強固で、でこう普遍的でありながらもやっぱりこう今響く歌がたくさん入ってるんですよね。いやもう本当にそれがすごいと思う。なんかこう今までもこれからもやっぱり一人じゃなく、あなたも私もねたくさんの人とこう関わりながら生きてきたし、生きていくからこそのこう思いの強さにやっぱりねどうしてもグッとくるわけですよ。いやぜひ聴いてもらいたい、スーパービーバーにしか鳴らせない音と歌えない歌が入ってます。で今回初回版にあのライブ映像と制作ドキュメンタリーも収録されてるんですけど、いやこのねドキュメンタリーめっちゃ良かったんですよ。あなるほどなと、いやそうそこまでやっぱこだわるよなっていう、こう本当に細かいところまで、例えばこうベースのフレーズ一つだったりとかコーラスの入れ方だったりとか、みんなでこう意見を出し合って試してみてでこう作っていってるっていうことがすごくよくわかるライブ&ドキュメンタリーになってますので、ぜひチェックしてもらいたいなと思います。さあ今後の予定などは詳しくはスーパービーバーのホームページをぜひチェックしてください。 SNS もね、いや私も本当に長らくお会いしてませんので、また会える日をスタジオでねお話できる日も楽しみにしております。メッセージありがとうございました。